れで準備はよし。私ならやれる。あら未来、はるか様、どうしたの？戦闘準備なんかして。やっつけに行くんです。え？昔私のことをいじめたやつら。いじめ？私がヘビ所に入ったのもそのためだから。復讐がちゃんと悪人になってからと思ったけど、やっぱりダメなんです。あいつらにお返しをしないと私は前に進めないんです。なるほどね。分かったわ。好きにしなさい。でもその前に予行練習なんかどう？予行練習？私が未来に現実をかけるの。デク人形がいじめっ子に見えるように。そのデク人形と戦って練習するんだね。分かった。はるか様、私に現実をかけて。了解。じゃ、行くわよ。さあ、私の人形たちと戦ってらっしゃい。うん、やってやるよ。お見事ね。私、あいつらに負けなかったよ。ええ、未来は勝ったわ。それじゃ、もう今日はお風呂に入って寝ちゃいなさい。未来、聞いて。確かに悪人は復讐のために力を使うことができる。でも、だからこそ私は自分の力に誇りを持ちたい。厳しい修行で手に入れた大切な力がいじめっ子の暴力と同じ程度のものにならないように。未来、私はね、悪には悪の誇りがあると思うの。はるか様、でも私は。どうしてもすっきりしないのなら、いつでも私の人形が相手になってあげるから。はい、わかりました。うん、よかった。はるか様の言葉、温かかったです。はるか様って普通に優しい時もあるんですね。何言ってんのよ。私はいつも優しいわよ。今だって未来が言うこと聞かなかったらめんどくさいから人形にしちゃおうって思ってたぐらいなんだから。宣言撤回、やっぱり怖いよ。